皆さんこんにちは。こんにちは。すっかり秋らしく朝晩が涼しくなってきましたが、皆様の地域ではいかがでしょうか。さて今回のようこそ視聴室は、人気アニメワンピースの、はい、キャラクターのウソップ像が、はい、ね、JR 阿蘇駅に先行設置されることが決まりましたので、はい、この内容を中心に市長にお話を伺っていきます、はい、よろしくお願いします。お願いいたします、はい、まずは、はい、ワンピースを知らない方のために、まあ、ワンピースがどういうものなのかから教えていただいていいですか。まずワンピースという、うん、その作家は、はい、熊本県出身の、うん、小田栄一郎さんといいまして、はい、うん、まあ、少年漫画なんですけれども、うん、いわゆるは海賊を目指しておる、うん、ルフィという少年と、うん、はい、それからそれを取り巻く仲間たち の、うん、冒険、うん、そして勇気、うん、またそういういろんな体験を通しての、はい、痛快な、うん、作品なんですね、はい、ちょうど1997年に、うん、連載をされてから、うん、その単行本といいますか、うん、累計からいくと発行部数が、うん、日本でも最高であると、はい、いうことで、うん、すごく皆さんに親しまれている、うん、作品なんですけれども、うん、いわゆる最近ではテレビのアニメとか、うんうんうん、あるいは映画化もなったりして、はい、国民的人気を博している、うん、素晴らしい作品ですね、はい、でもそればっかりではなくて、うん、もう最近では海外のファンもたくさんいて、うん、愛されている作品なんです。そういう素晴らしい作品のことで、うん、ワンピースという、はい、海賊を目指すルフィほか、うん、その麦わらの一味といって仲間が、そうなんですね、いろいろ織りなしていく、うん、物語ですね、うん、はい、でその仲間の一人のウソップというキャラクターが阿蘇市に設置されることになったんですが、はい、またどうして阿蘇市にこう設置されることになったのか。そうですね、はい、それはまずそうなったのかというと、うん、やっぱり熊本県の方で復興支援の一環として、うんうん、はい、このウソップを阿蘇市の方は選んでいただきました、うんうん、けれども、うん、いわゆる狙撃手であるウソップが、うん、この草原が荒れている、うん、傷んでいる、うん、そんな中で現れて、うん、そして自然の力を操る道具を、うん、持ってきて活用しながら、うん、元の草原に戻していくという一つダイナミックな、うん、物語ストーリーですね、うん、でその中で住民の皆さん方が勇気を取り戻し、うん、誇りを取り戻し、そしてまた笑顔が戻ってくる、うん、その役目を担うというようなことでウソップが選ばれましたけれども、うん、ちなみにこの裏話からいくと、うん、手を挙げるにこの阿蘇市の職員が、うん、このワンピースの、うん、本をいっぱい買ったりして、うん、しっかり読んで、はい、そしてぜひとも一つ取り上げていただきたいという、うん、企画書というんですか、うん、提案書を作ってあげてきたということで、はい、決まってよかったなと思ったところです、うん、はい、熊本県が進めるワンピース熊本復興プロジェクトの一環となったんですが、そうですね、やっぱりこのストーリーというものがとても大事なポイントだったそうですね、うん、はい、選ばれるところで。だからそれぞれ8体ありますけれども、はい、8箇所そういうのが設置されて、うん、それぞれ、やっぱり見てみるとストーリー性がきちっとしておりますし、うん、復興からの後押しという場面においては、うん、それぞれやっぱ決まったところにきちっと8箇所落ち着いているなという感じがします、うん、ですね、はい、さあそうした苦労を買い合っていよいよ設置の、はい、もう除幕式の日程もね、いよいよ決まりましたね。おかげさまで今か今かと思っておったんですね、はい、うんうんうん、そしたら12月の8日、はい、日曜日ということで、うん、阿蘇駅前のロータリーのところですか、あそこを場所として決めておりましたので、はい、ちょうど午後1時半から除幕式を行うと、うんうん、
ということにしております、うん、でもそればっかりではないんですけれども、うん、まあ、ちなみに今あの豊肥本線が普通になっておりますし、はい、うん、これは来年度2020年度には、うん、あのまた開通をしてくると、うん、多くのお客さんがお見えにな、うん、またあの阿蘇の護岳についてもあの電線が張ってますので、うん、その景観を良くしようと、はい、眺望を良くしようというようなことで、うん、地中化も行われますし、またあのお隣にある道の駅ですね、はい、あそこもあの国土交通省の方から、うん、あのさらにあの道の駅の強化ということで防災を強化する意味の、はい、そういう施設等を作っていこうということももう決まっておりますし、うん、それと同時に住民の人が今か今かと待ち望んでいた、うん、あの夢の湯、はい、あれもいよいよちゃんと、うん、利用できるように、うん、再開ができるように、うん、あの2020年にはそんなことになっておりますので、うん、すごく盛りだくさんの、うん、まさにあの阿蘇の玄関口としての様相を、はい、あのちゃんと表してくれる大事な事業にもなってくる一環かなと思ってますけれども、うんうん、こうね、なんかウソップがこう後押ししてくれるような、 そうですね、そんなね、はい、あのエリアになりそうですよね、はい、そのウソップが一体どんなポーズを取るのか、またそしてね、大きさはどれくらいなのかまだわからないんですが、わかんないんですよね。そうなんですよね。これもあの一つ大きな楽しみだし、はい、あのワンピースファンの方はもちろんでやりますけれども、うんうんうん、子供さん方も、はい、もし時間があれば、うん、あの除幕式の時、うん、一緒に来てお祝いをしていただけるといいかなと思ってますけれど、うん、楽しみにしておいていただきたいと思います、うん、はい、もう12月8日本当に楽しみにしております、はい、ではそのウソップの像に関することはですね、阿蘇市のホームページでも現在ご紹介しておりますので、はい、ぜひそちらもご覧ください、はい、ではここでクイズです。今日の 今月のクイズお願いします。今日はあのクイズとしてはですね、はい、あのやっぱり、ルフィが、うん、あの大きなものを目指して、うん、その頑張っていますけれども、はい、その何の王になりたいというようなことでですね、うんうん、はい、でそれはどんな王になりたいと、なるほど、仲間と一緒に、はい、ということがあの今回 の問題です。はい、3択となっております。次の3つの中から選んでください。1番山賊、2番海賊、3番家族ということで、この3つの中から1つ選んでぜひ答えをお寄せください。では最後にイベント情報です。10月5日土曜日、第28回神楽フェスティバルが行われます。昨年は台風の影響で中止となりましたので、2年ぶりの開催となります。地元からは2つの保存会や、また波の小学校、中学校の神楽クラブ、そしてお隣の大分県からも4つの保存会が出演します。幻想的な夜神楽まで全17演目。そしてフィナーレには約1000発の花火が打ち上がるということ で、うん、そうですね、はい、10月5日土曜日、第28回神楽フェスティバル、多くの皆様のお越しをお待ちしております。ようこそ視聴室。今回は12月8日に除幕式が決まりました人気アニメワンピースのキャラクターウソップ像について市長とお話を伺いました。ありがとうございました。クイズの正解者の中から抽選で、阿蘇ローズベリー公園から阿蘇ローズバスギフトを1名様にプレゼントします。農薬を使わず有機肥料で育てた香り高い阿蘇のバラをお風呂に浮かべて楽しむセットです。こちらはネットショップ阿蘇もで取り扱っています。ご応募はクイズの答え、氏名、年齢、ご住所、電話番号を明記して、メールまたはお電話で答えをお寄せください。締め切りは10月18日金曜日午後5時までです。番組の感想などもお待ちしています。当選者発表は商品の発送をもって返させていただきます。前回のクイズの答え合わせです。今年11月から県内で開かれる大きな国際スポーツ大会の種目は、の答えは2番のハンドボールでした。たくさんのご応募お待ちしています。